はい、左がエスパーコントロールを使う森中選手、そして右がカタンを使う伊藤選手とですね。伊藤選手の赤単なんですが、はい、通常と違うところ、はい、一番大きく角さんが違うと感じたところをちょっと教えていただきたいなと思います、はい、まずは突破と大将軍の憤怒ですかね、うん、この2種類ちょっと出てこないかもしれないんですけど、まあそれぞれ1マナで、自分のクリーチャーに先制攻撃をつけるかトランプルをつけるかっていう効果なんですけど、1枚カードを引くっていう能力がついてるので息切れすることなくインス、ソーサリーを唱えることができると。でこれが何を意味するかというと、伊藤さんのデッキに採用された孫魂魔導士、あとは、ギトゥーの溶岩走り、墓地にインスタントかソーサリーが2枚かなあるとプラ1プラ0みたいなクリーチャー、あとは火付け射手2マナ21インスタントかソーサリーを唱えるたびに対戦相手に1点、いやデザートレッドでもないんですよっていうクリーチャーが入ってて、ソーサリーとかインスタントを唱えるたびに力を発揮するクリーチャーが結構多めに採用されてるんですよね。はい、それを突破と大将軍の憤怒というカード、息切れしない、カードカウントを損しないカードでうまく活用してって、そうですね、魔導士の稲妻も入っているので、孫魂魔導士と火付け射手がウィザーズかな、多分ウィザードかな。はい、あとはゴブリンの鎖回しですね。孫魂魔導士と相性がいいということでおなじみなんですけど、孫魂魔導士がいる状態で鎖回しが出ると相手のクリーチャー全てにマイナス1カウンターが乗ると、さらに、単体でも強力な効果がより強力になるということで、孫魂魔導士はちょっと最近また評価が上がってきてますね。かなりトップスピードとしては速そうというか、ね、そうですね、トップスピードもそうですし動きが普通の赤タンとはかなり違うんじゃないかなと、うん、楽しみですね。はい、どうでしょうね、僕のマイクいい感じになってきましたか。さあ、というわけで決勝ラウンド、準々決勝がまずはスタートします。左が1位通過森中さん、そして右が8位通過の伊藤さんとなっております。さあ、伊藤選手は土地が1枚しかなさそうでしたが、大将軍の憤怒が複数枚あるように見えたので、それでドローを進めながら孫魂魔導士を強化しつつ殴るっていう展開ですから、序盤は。ただ1位通過の森永選手が先手に加えて軽い除去をかなり、多めに採用しているので、孫魂魔導士をしっかり対処できるかどうかですね。まずは青黒タップインから、そして伊藤選手孫魂魔導士、さあどっちも引けました、うん、引いて、まあ、基本的に対戦相手のリストを知らなかったら孫魂魔導士でも最近普通の赤単にも入ってきているので、あんまりコントロールデッキからすると驚異的ではないんですね、普通のパワーが1なので。ただここにこのカードは何ですかと。大将軍の憤怒、まあもうこの時点でちょっと普通の赤単ではないぞというのは気づきますよね。何かおかしいぞと。さあ、そしてここには新カード、はい、が飛んできます。このカードも本当に強いですよね。青白系のデッキが強くなった理由の一つです。2マナの瞬速のエンチャントでタップ状態のクリーチャーを追放する。やはり軽いんですよね、ちょっと2マナで、サイズも何も神かどうかも気にせず除去できるというのは。2枚目の溶岩柱を追加して手札の魔導士の稲妻をここでキャスト、これで溶岩柱は、溶岩柱もしっかりウィザードなんですね。さあ、これでパワーが上がって、あ、追放されてるんだ、今は1点かなですね。あ、中略されてしまったんですね。さあ、少しダメージを抑え込まれていますが、ここから続くか。どうせ3枚目の溶岩柱にも見えますからね。とここで稲妻の一撃でパワーを上げていきたいと。中略もけど本当にタカリアを追放したりとか、その追放っていう能力が生きる瞬間多いですよね。今も墓地にカードがたまらないことで溶岩柱のパワーが上がらなかったと。
あとは、まあ本流の機械巨人とかも妨害できたり、アズカンタの変身を遅らせたりといった効果もあったりするので、これが通って4点と3点か、今ダメージがまだ入ってないですね。ライトニングストライカー通ったんですけど、今ここで森永選手が対応を考えていると。ここにはブラスカの侮辱が飛んできて、組織ゼロと。さあ森永選手としては序盤はかなり抑え込めているので、このままフィニッシュなりドローなりにつなげていけるといいんですが、さあここで3枚目をキャストタックしていきますが、ここにはフェイタルプッシュ。やはりこの軽い塾の連打で思ったようにちょっとダメージが与えられてないですよね。まだ伊藤選手もちゃんと構図が用意できているので、そろそろ森中選手もその手札を補充するカードなりなんなりがないと。さあ火付け射手には不許可。森中選手は2枚を出す。カラベの神をトップデッキ、これは強烈。まあ、もうご存知、最強のフィニッシュ手段と言って過言ではない。伊藤選手手札がハゾレトとショックかな、手札になりますね。ここで義手の溶岩柱が 4-4 になって帰ってくると。 5-4 ですかね、プラス1プラス0の修正があるので。なるほど、これは一転して伊藤選手かなり厳しくなってきましたかね。そうですね、もうこうなると2匹殴るのも視野に入れてますからね。もうここはやはり警戒して溶岩柱のみでアタック。さあ本体にショックを打って合計で3点。さあ土地が欲しい伊藤選手ですが、ここでは突破ですかね。クーフーが重なってしまった。これはクさあ伊藤選手ね、デッキに外ると2枚しか入ってないんですけど、2枚ともこの土地が3枚の状態で引いてしまったと。さあこのスカラベの神と溶岩走りが謎のシナジー。さあ墓地にはまだクリーチャーいますかね。もう1体ぐらいいそうですかね。もうないのか。あ、もうなさそうですね。2体目つられちゃうとね、速攻でまた殴ってきますからね、こういうんで。今コメントで初めて英語のコメントが来たんで答えたいと思ったんですけど、英語で答えなきゃ伝わらない。お、ありがとうございます。 ありがとうございます。お、優しい、ありがとうございます。コメントで英語のコメントに対応していただきまして。さあペタルプッシュで、そしてスカラベで、アタック強烈15点。さあたまらずブロックする伊藤選手ですが、10点。ライフが3ですが、ここで投了と。ここも森中選手が勝利しました。いや、やっぱ本当に青白系のデッキは序盤が強い。そこに、森中選手はさらに黒を加えているので、フェイタルプッシュ、致命的な一押しまであるので、相当序盤が厚くなってますね。普通の青白と比べても少し軽い除去が多いので、あれほど、まあ、猛攻を受けてもさばき切られてしまうと。いや、本当近年まれに見るぐらい軽い除去が強いんじゃないかなっていう話をドミナリアが入る前から僕はちょっとしてたんですけど、まあ、そこに、スティールアウェイ2万のエンチャントが加わったことでより安定感が増した印象ですね。さああとは、今回の今のゲームでは出てこなかったんですけど、ライラ5マナ55の伝説の天使なんですけど、こいつもね、やはり相当に強い。死んでほしくないマッチであまり死なないっていう印象ですね。いざ使ってみると赤系のデッキでこいつを殺すのは相当大変なので。やはりちょっと複数枚カードを使わないと、そうですね、殺せないわけですからね。英語のコメントがさらに激しさを増している。松野さん出番ですよ。ちょっと
はい、まあエスパーコントロールどうなん、復権してきたん、ドミナリア入って、うん、しばらく見てなかったけどどうなんって聞いてるんですけど、これ先ほどと違って皆さんもこれはちょっと返信しづらいんじゃないかなと。まあ、ただマジックオンライン見ててもエスパーもかなり増えてきてはいると思うので、今のとこそのタッチ苦労して同型に強くなったりとか、さらにビートダウンに強くなったりするかどうかっていうのがポイントになりそうですけど、ね、やっぱ脅迫が入るんで同型に関しては強くなりそうなイメージはあるんですけど、やっぱり土地がどうしてもタッピングが増えてしまうので、そのもたつきが懸念されたりと。お互いサイドボードを現在行っていますが、伊藤選手サイドボードに再燃するフェニックス4枚積まれていますが、そうですね、やはりこういったデッキ相手にサイドインしたり、まあ掛けのデッキでもゲーム速度を変えるという、うん、もう最近の赤段だと、赤段とかビートダウンと広く知られた戦略ですよね。速度を変えることによって相手の状況をちょっとずらしたりとか、全体状況が効かなかったりっていう手法は、さあ青白系のデッキは5マナにテフェリーも加わったので、5マナがあまりにも強すぎて選べないっていう嬉しい悲鳴もあったりするんですけど、5マナがライラ、スカラベ、テフェリーですからね。すごいですよね。もう本当に何を何枚ずつ入れればいいのかわからないっていう。やはりこの新カードテフェリー、これも強力強いですね。本当にまあやっぱコントロールデッキが2マナを残しつつ動けるっていうだけでも強いですし、特にやっぱ7マナとかで残骸の漂着を構えやすくなったり、テフェリー出して土地2つ起こして残骸の漂着を構えてエンドとかされるともう殴るに殴れないので、お、ありがとうございます。このまま英語でちょっと視聴者の方に負担をかけてしまうかもしれないんですけど、すごくどうでもいいんですけど、テフェリーのプラス1能力、まあ、最近ちょっとツイッターで話題になってましたけど、土地を2つアンタップするって、アンタップするっていうのはそもそもタップ状態のものしか対象に取れないらしくて、自分の土地が1個も寝てない場合何もアンタップせずにエンドですができないらしいんですよね。アンタップ対戦相手がタップ状態の土地をコントロールしていたらそれを絶対対象に取らなきゃいけないらしくて、アンタップっていうのはそもそもそういうルールらしいんですよね。なので、対戦相手がそのマナを使ってサイクリングランドをサイクリングしたりとかそういうこともできちゃうので、必ず自分の土地を2枚寝かしてそれをアンタップするようにしないとちょっと損をしてしまうことがあります。さあ準々決勝2本目、伊藤選手土地がまたも1枚ですがスタートしていきますね。まずは突破でキャントリップでカード引いていきます。あっと、領事の権限、これがまたその、スティールアウェイですか、はい、封じ込めと相性がいいという出てきたクリーチャーをいきなりタップ状態なので追放できてしまうという新しいおまけが加わった、もともと赤タン対策としてはかなりおなじみのカードですが、さあ2枚貼られてしまった。さあ たまになんですけど、その領事の権限がたくさん来すぎてカードカウントが足りずに負けということもあるので、またもキャントリップをして土地を徐々に引き入れていますが、イオガンバシリもタップ状態でって思ったようにダメージをちょっと与えられないと状態ですね。確かにそうですね、クイリオンレインジャーとはちょっと挙動が違う、テキストが多分ちょっと違う気はしますね。わかんないですけど、クイリオンレインジャー対象のクリーチャーなんですね。タップ状態のクリーチャーとかじゃなくて、ただ対象の、クリーチャーを一体対象にしてそれをアンタップするっていう効果だから多少違うのかなと思います。さあこれでアタック4点、キャンドラが出せる4マナですが、松村さんどうでしょうね。うん、僕は行きますね。やはり行きましたね。さあ通りそうですかね、うん、さあ通って、残骸の漂着を構えているようですね。そ
してテフェリーもちらっと見ました。窓下に稲妻がめくれてこれはキャストしていく。さあ強いですね、うん、ここで、残骸の漂着をケアしてどれぐらい殴るか。もう全力できました、うん。まあ、手札にクリーチャーが少し見えたので再展開もできるという判断ですかね。もう対戦相手森中選手としては、これから出てくるだろうクリーチャーと、うん、さらにはもう奥義間近のチャンダラも対処しなければいけないので、うん、現時点では中略ってそんなに入ってないんですよね。おーっと素晴らしい爆破砲。中略が4枚が当たり前だったらケアしてもいいかなと思うんですけど、現時点ではそうではないので。ここでテフェリーが登場しました。さあこれを3番目に戻す。またねテフェリーは本当プレーンズウォーカーに触れるのは凄まじいですね。同型とかも非常に難しい。先に出した方が絶対に有利というわけではないので。3番目ってねほぼ除去ですからね。しかしバンスの爆破法で、まあ、リムーブはしていけると。さあこれはけど綺麗に変身できそうですけど、ね、3番目の呪文を唱えた時点で変身すると思うので、2番目を唱えてこの後、うん、2枚目のエンチャントメントを唱えると変身しつつ裏を残せそうですけど、ちょっとテキスト次第ですが、ちょっとバンスの爆破法もう一回カード数出ますかね。これ多分今ジャッジに聞いてますね。これで 3枚目の呪文なんですけど唱えた場合にどうなりますかと。そうですね、バンスが、解決する前に変身するのでこれを唱えることによって1枚目のバンスがまずは変身し、もうすでに名前が違うオブジェクトなので両方残すことができると。お素晴らしい。さらにしつけシャスで地味に1点。しつけシャス強いですね。先ほどの稲妻も合わせて4点、ね、そうですね。さあチャンドラやられてしまったんですけど次、のトップがチャンドラなのでもう森中選手としては対応すべきカードが山のように。テフェリーはプラスでドローしましたかね。そうですね。さあ対応またこうしてということですね。これはチャンドラ。さあまあやはり6マナというと機械巨人、本流の機械巨人が思い浮かぶとこですが、チャンドラをキャストしていく。そうですね、もうあの土地だけで毎ターン3点確定してますからね。さらにチャンドラも加わったのでもう伊藤選手はただチャンドラと土地を起動するだけで毎ターン5点が約束されている状態です。溶岩走りがめくれましたがこれは唱えずに2点と。砲台もですね、裏面は3マナと、土地をタップすることによって対象に3点というかなり恐ろしい能力ですね。さあそしてこのアタックも通って落ちた。選手残骸の漂着を引きましたがこの砲台モードの前ではちょっと遅いか。あ引いちゃいました。ちょっとあのバウンスがあるんで誘発忘れが。なるほど、まあ、おそらくジャッジが見てるのですぐに対応してくれるとは思いますが。そうなんですね、チャンドラは、今回ドミナリアが出たルール改正によって前まではプレーンズウォーカーに2点を選べたんですけどもう純粋にプレイヤーに2点っていう能力になってしまったので対戦でのプレーンズウォーカーを牽制する能力がちょっとなくなってしまったんですよね。なので対戦相手がチャンドラを出してきてマイナス3して返してチャンドラを出してプラスで打ち取るっていうのはよくあったんですけど最近のルールだとそれができなくなってしまったと。さあ鮮やかに、ね、1本取り返してゲームカウント1-1とます。サイドボードからのバンスの爆破砲そして1枚増えたチャンドラ。そうですね、やっぱり対処しづらい、うん、
まあ、メインボードであれだけ軸が入ってるんだったらちょっとプレーンゾーカーとかそういう置物系には対処しづらいだろうと。またこういったカードをいっぱい入れるとやはり先ほどの領事の権限をかなり無視できるのでそれがいいですよね。メッツァーリはどうかな。バンスみたいに対象って書いてあるカードは別にプレーンゾーカー選べるんですよ、そもそも。ただチャンドラはプレイヤーっていうテキストで多分そこが変わらなかったんでしょうね。そうですね、決勝まで全部、日本選手。なのでマジックオンラインで多分古いカードを見てみるとそのテキストが違ってるカードがあると思います。多分今まで、プレーンゾーカーって書いてなかったものに火力とかにプレーンゾーカーって書いてあったりとか、まあ、あとあのその最近だと対象に何点みたいなテキスト自体がそもそも変わってる、火力のテキストが変わったりとか、そういうことがドミナリアでありましたね。そうですね、やっぱりもう赤単を使う以上領事の権限も多分貼られまくってると思うので、それももちろん考えてサイドボードを構築されていると。そうすると本当に2枚引いた時のディスアドバンテージがコントロール側としてはかなりきついんですよね。領事の権限がスペル2枚分だと、他のスペルがその分2枚削れちゃってるので、まさにそういった形の展開でしたよね。そうですね、あのカード難しいんですね。初手に欲しいからかなり、枚数多めに割かなければいけないんですけど、2枚引いた時がちょっと、自分にとってまずい展開になることもあるので、まあ、ただ僕も絶対入れるんだったら3枚以上入れちゃうんですけどね、どうしても初手に欲しいので。あ、そうですね、チャンドラあれか、イーチオポネントだからか、確かイーチオポネントはテキストがもうプレーン増加に変えようがないので、さあ3本目、今度は森永選手初めての先手からスタートします。1本目も先手でした。あ、そうです、失礼しました。上位な、失礼しました、失礼。まあ、やっぱり先手と後手もかなり違いますよね、うん、そのチャンドラとか出てくるターンまでに盤面をコントロール側はさばいておけるかが重要なので、うん、本日138名のプレイヤーが集まったこの環境維持戦ですね。その中の8名トップ8残っております。準々決勝を例えば放映しております。そうですね、ハレルヤもあのラスト3は、決勝ラウンドは3本選手でお届けしてるんですけど、それ以外の大会は基本的に、あ、神決定戦か、神決定戦も3本選手なんですけど、大体の店舗大会は日本選手ですね、決勝までも。さあ勝負の3本目、先ほどのように伊藤選手がうまく軸をずらして削り切れるのか、それとも森永選手がさばき切るのかというところですが、さあパッと見伊藤選手はもう何も問題なさそうに見えますが、森永選手はちょっと悩んでる感じですかね、マリガンするかどうかを。さあ始まりました。他の領事の権限はなし。森永選手どうですか、青マナがないのかな、この展開は。天外の漂着は見えている感じですが、香港魔導士を追加してで突破をプレイ。おお、殴らない、殴らないですね、やはり封じ込みを警戒していると。すごいですね、まあ、このスタートが、うん、平地白黒ランドっていう流れだったからもうマナを使わせまいと。ナズマの一撃をプレイ、
て果敢が誘発するとともに溶岩走りが 2-2 になってアタック。さあ一気にダメージが増えましたね。ここで封じ込めは飛んできませんでしたが、今もなりますね。残骸の漂着がちらつくシーン。ここでチャンドラまずは先頭前に出して、もうここは多分殴らないも大いにあり得る展開ですね。明らかに構えているので、まあ、ただ排斥もあるのでどうしても、まあ、1体は殴ってもいい気がしますけどね。もうそれかもう徹底的に残骸の漂着をケアして殴らないか。あ、なるほど、2枚目のチャンドラもあると。さあもう意を決して全2匹で殴るか、それとも残骸の漂着をケアして殴らないか。まあ、個人的には1体アタックが面白いかなと思いますけどね。おお、1体いきましたね。これだとちょっと漂着打ってもなっていう風になりますし、排斥された時にも最低限のダメージは入れてるので、森中選手手札にもよりますけど、ちょっとねあまりにこれを排斥がない状態で受け続けるのはあまり良くないので、したくないが、まあちょっと手札に勲章が見えたんで、まあ勲章で流してもダメージが一緒かな、一緒だし我慢するかどうか。かなり悩んでいる様子と森永選手ですが、やはり残骸と天井がある状態でなりました。ここはテイク、まあ、多分ちょっとチャンドラに触る術はないんでしょうね。チャンドラを触る術があったらあんまり悩まずチャンドラを対処してたと思うので、さあここで1回ただチャンドラは残ったままですね。残りが11ですかね。2点回復して、付け射手これはキャストしましたね。2点ではなく付け射手を普通にキャストしてライラがちょっと今見えましたね。ライラと本人の機械巨人もあるような、まあただちょっと今伊藤選手がもうチャンドラを奥義目前というところですからね。チャンドラのマイナス3と合わせるともうほぼ、火力1枚で死んでしまうので、うまあ、ただチャンドラ7の状態でターンを返すよりもここで使わせた方がいいので、マイナスを使わせるとしたら、ここでライラが出てきます。さあ伊藤選手ちょっと土地を多めに引いていますが、ライライ自体にはしっかり対処できそうです。さあチャンドラのマイナス3と、手札にある稲妻の一撃を合わせて、さあこれで打ち落として3点ですかね。残りが8。2枚目。おお、さあしかし伊藤選手ここでも1点を与えながらチャントリップ。さあここでチャンドラマイナス3をして2枚目のチャンドラを、さあまたも落ちる。ここにはさすがにプッシュが飛んできましたが、2枚対処してチャンドラが残っている状態。さあしかしここで森中選手、本流の機械巨人があるので、ここさえこのターンが静かであれば、うん、さあ火付け射手これもいやらしい。
孫根魔導士リムーブして2点ですね。さあしかしここで2分4ここは当然出していく突き射しを状況。さあライフ4ではありますがここでようやくチャンドラを対処しきって、うん、今もう伊藤選手完全に息切れをしているので、うん、まずはサイクリング。あ、これは2点も嬉しい、うん、ありがたいですね。この2点はかなり染みますね。まあただハズルトとかも考えると、ね、まあけど行くしかないですね、うん、ずっと待っててもそうですね。5点引っ付け射手これもこの状況では怖い。お互い総力戦になってきてますが、ただ森永選手はちょっと手札にまだ余力がまあまあありそう。残骸の漂着と、不許可も見えたので。なるほど、スカラベの回もいますね。すごいカロリーですね。さあこうなるとどこから出していくか、そして何を残すかと。今盤面7マナですかね。8マナあると多分スカラベ打ち消しであんまり悩まないと思うので。7マナありそうですね。もう行きましたね、うん、スカラベ。さあもう時間は少なくなってきました、うん、ここで引きたい伊藤選手。おお素晴らしい、つながった。これで5、ライフは5。あ、稲妻だ。あと1点ですかね、これで魔導士の稲妻4点までは入るが、ただまたあれですかね、伊藤選手墓地に溶岩走りという速攻持ちのクリーチャーがいるので、それがスカラベの神で取られてしまうともう盤面だけで15点。相性抜群のスカラベの神ですからね。スカラベの神で釣られてしまうと速攻がついて5-4で殴ってくると。伊藤選手火付け射手が生き残っている場合は、今の火力と合わせて本体に4点確定してて、次のターンインスタントが操作で引くだけで、呪文かクリーチャー以外の呪文を引くだけでもう1点詰め切れるんですけど、ただここで速攻持ちのクリーチャー帰ってきてしまうことによってブロックを強制されてしまう。あ、ライラもいるのか。森中選手としてはもう打ち消し呪文もあるし、これでもう十分盤石だろうと。ここで勝利するケースとしては次のターンも3点火力を引く、ね、そうですね。それだと森永選手はしのぎきれないと思います、うん、ここでターンを殴らず返すが、さあ本体で誘発して1点、まずは1点入ります。1点が入って4、これは当然不許可で指揮されるでしょう。さあ残りが4。これはこの4点、しかし火力を引けばこの絶対絶命の状況は拝んだ先はこれはなんだ、鎖回しだった。あ、足りず。はい、というわけで準々決勝はエスパーコントロール森中選手の勝利でした。おめでとうございます。いや最後までわからない試合でしたね。